ジャル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 沈黙でやるのも楽しいけど、やっぱこうやって何やねん電話ほんで。え、その夜釣りって知らんけどさ、うん、周りとか人っておらんの？あ、おるで、あの、あ、ちょいちょい密集はしてないけど、あー、なんか、あそこら辺おるなみたいな。はい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 、はい、ライト、なんかこう1個灯してんなみたいな。はいはいはい、ちっちゃいライト、それがなんか遠くの方にちょいちょいちょいっている感じ。基本的には朝釣りやからな、みんな。お互いちょいちょいなんか存在意識し合いながらみたいな、あいつ釣れてんなみたいな。まあでもそこまで意識してないかな。ああそうかそうか、夜釣りは結構一人の世界です。いや俺分かれへんわそれ、その気持ちが夜釣る。あっそう、うんうんうん、めっちゃ楽しい。なんかじゃあそのさ、美味しい魚釣れたら、うん、またちょっと食べさせてや。ええで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 、うんうんうん、いやごめんな、こんなでっかい声で電話してても、うん、これ手ぶらほんでしてるやん、うん、これ海とか、うん、なんかやっぱ音溶かすよ。そうだから溶かす、全然その遠くにいる人も、うん、この音、俺の声これ、あ多分聞こえてないと思う。ああ波の音とかで分からん。へえ、そっかそっか。で、なんやねんねん。いやいや、お前ねえねん、んでマジで気づいてない。何がお前何の電話これ。いやいやいや、俺今普通喋ってて、あこいつマジで気づいてないやん。お前はどこおんねん。いや俺家よ。家かい、うん、来たんか思った。いや違う、来たい言ってたやん。違う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 、夜釣りさすがにちょっと夜釣りはちょっとあれやけどさ。ねえねえねえ、お前さ、うん、何で行ったそこまで。電車やんな。何やねん、お前マジで気づいてない。何何何何。いやいやさ、ゆえ何、お前さ今日さ一緒におってさ、うん、お前夜釣り行くときバイバイって俺別れたやんか。そやな、うん、何。いやそん時に何うわマジで気づいてないやん。お前の背中に、えお前の背中に張り紙して。は何アホやん、マジで気づいてない。お前電車でもしかしたらみんな見られてんねそれ。なんて、いや見てみ。えちょっと待って、ちょっとこれ背中見るめっちゃまずいけど。お前アホやん、マジで気づいてないやん。おい今落ちた音した。おい絶対落ちた、音でわかる、ポチャンって言ったもん。えごめんごめんごめん、えごめんごめん、俺最強ナンバーワンって書いてる紙貼っただけやね、ごめん。落ちた落ちた、大丈夫かな。え完全に落ちた。あ遠くで聞こえ、声聞こえる。そうスマホはなんか岸壁に置いてんのか。おいおいごめん、俺落ちる思わんかった、ごめん。俺最強ナンバーワンって書いてる紙貼っただけやねん。完全に落ちた。え大丈夫やんな、大丈夫やってること確定させて。あ大丈夫そう、っつってる。しんげ。びしょびしょやんげっつってる。これめっちゃおもろいやん。一人で夜釣りしてる時に背中の張り紙見ようと思って落ちたんや。ジャポンっつって。寒っつってる。どこ行ったぞ。スマホ探してる。ずぶ濡れないのな今。めっちゃおもろいやんこれ。スマホ落ちたんじゃん。スマホ落ちたと思ってる。最悪。俺あんま大きい声で喋らんとこ、スマホ見つけてほしくないから。え、この声聞けんのめっちゃ最高やねんけど。そんなことした。背中に張り紙するいたずらだけでも最高やのに、それ取ろうとして海にボチャンと落ちてスマホ探してる、その声聞けてる。水没やん。めっちゃ最高やねんけど、めっちゃ最高やねんけどこれ。
手演したてやんけ。機種演したてやったんや。最新なんやこれ。くそ、じゃあ下打ちしてる。え、最高。今のぼっちゃんで魚も逃げたんやろうな。くそ、魚ってそういう音とか繊細って言うもんな。え、最高最高。お、最高級のいたずらこれ。寒いんや。スーパー銭湯調べようかな。スマホな、そこスマホないんだ。調べらんよな。スマホ水没したんや。調べられんよな。スマホあるんちゃう。え、やば、スマホ落ちてないかもっていう。スマホって浮くんかな。スマホ浮かんやろ、多分。沈んだとしたら。最悪や。あ、でもこいつやつや、なんか俺に対する恨み節とか一切言わへん。あいつが背中張ったからやんけとか一切言わへんやん、こいつ。懐中電灯でこの上照らし見えんのかな。こいつええやつやな。スマホを探すことに全力かかった。ああ、もう一回海入るかも。え、なんでなんで、あかんあかん、海入ったあかんって。最悪やもう。いや、無理やって、海入ったら。よっしゃ、あ、入った、もう一回海入った。違う違う、素潜りとかでそこ行かない、無理やろそれ。あのシュノーケリングとかさ、なんかゴーグルとかないと無理やって。そのままボチャンって入って、何手探りで海底探してんの。その野生人すぎるって、それ絶対無理やって。ここにあるぞ、おい、ここにあるって。上がってきた、上がってきた。いや無理やって、ここにあるって。おーい、おーい、なんでこれ聞こえへんねやろ。スピーカーにしてるはずやのに。めっちゃ下打ちしてる。下鳴らしてる。なんで下鳴らしてんねやろ。もう魚も一匹もおらんやろな、あんだけ飛び込んだら。周りの、その、何今の。屁こいたんか。周りのその夜釣りしてる人どう見てんねやろ。腹立ってるやろな。魚逃げるやんけって。ごめん、ほんまだ、ごめん、申し訳なくなってきた。どうしよう、マジで。申し訳ない、なんか。俺に対する恨み節一切言わへんねんもん、こいつ。一人っぺ聞かれてる。海入った後の一人っぺ聞かれてる。おい、気づかんな、これ。すいません。今日現金持ってきてないんけ。やば、スマホだな。スマホないとこれどうすんねん。着替えとかもコンビニで買われへん。まあ気づくやろ、ここにあんねんから。そっと電話切ろうかな。ありがとう、ええ声聞かせてくれて、ありがとうな。バイバイ。あと一発へこい、一人っぺ。来た来た。海落ちた後の一人っぺは最高やで。それをこっそり盗聴できるなんて。うん、まあいずれ見つけると思うけど。おやすみ、おやすみ、ごめんな。あ、スマホあった、よかった。